えー、では、えー、本日もよろしくお願いします。立花事務局の中川敦志です。本日もよろしくお願いいたします。えー、ではね、えー、いつも恒例ですが、えー、この概要欄の動画の概要欄のところをね逆三角形のところポチって押していただくと概要欄がズラーンと出てきます。 まあこのずらーんと出てきた概要欄の中に、えー、一番上にたし、えー、私の LINE、ねえー、アットの登録ページというのがございます、まあ、そこをボタンあのクリックしていただくとスマホの方は、ね、そのまま登録ボタンに行きますので、えー、私、中川とお友達になりますお友達になったらです、ね、あなたの復元活動がどうやったら進むのか、ね、どうやったら成功できるのか簡単な質問、ね、あのいつでも対応しておりますので、えー、気軽にご相談にいらしてください。 でさらにねメルマガにご登録された方に関してはね、えー、メルマガは毎日8時にステップアップメルマガっていうのを皆さんに完全無料であのお届けしておりますこれもね完全無料です皆さんがあの復縁成功に向かっていくための、えー、ステップアップメルマガですから今のご自身のね立ち位置からこの復縁するまでの流れっていうのを、えー、90日間のセットで皆さんにお届けしております多分ここまでね濃いノウハウやメルマガをお届けしている会社は どこにもありませんのでぜひねうちの「メルマガ」だけでもね、えー、ご覧くださいでは本日も皆さんに福縁のノウハウ、えー、テクニックね心理学を使った社会工学脳科学を使ってあなたが福縁が最速最短で進むテクニックノウハウを教えていきますので皆さんもこの動画を通して福縁成功に近づいてくださいねではやっていきますえー、まあね、えー、復縁っていうと皆さんが イメージされるのはね1年かけて復縁しようとかね それこそ2年かけて復縁しようとかね長い期間かかるんじゃないかっていうイメージをお持ちの方がたくさんいらっしゃると思います正直あの実際に一般の方あの私たちに相談に来てないね一般の方っていうのは復縁がだいたい平均でね1年2ヶ月かかるって言われてますまあ、それこそ復縁の成功には一般の方の成功率で13%っていう統計データもあるぐらいね非常に低い、まあ、また難易度が高いものが復縁だと言われてます だからじゃあどうせ私も時間かかるかもしれないとかね私もすぐに復縁するのは無理だろうと不可能だろうと先に諦めてはいけませんこの自分の復縁活動を最速にするために最短に向かうためには心理学を使ってお相手の気持ち相手の好意ですね好意相手が自分に向けるその好意を育てることが必要なんです育てるこの好意が最初はこれぐらいの好意だったとしたら この行為を大きく大きくね。あの育てていけば、あなたが復縁成功に近づくための最短ルートで通っていくことができますから、今日はそのね、心理学を使った復縁の成功の仕方、またご飯の誘い方ですね。をお話ししていきたいと思います。あの、この心理学を使ったっていうテクニックをね。お話しするとすぐ皆さん実践しようとするんですが、まあ、これもね注意事項も合わせながらお話ししますので、ま是、あ、非この注意事項も使いながらね。聞きながらあ是非最後まで。 テククニックを受け取ってください今日はねそのダブルバインドっていう、まあ、復元の、まあ、心理学を使った、ね、お話なんですけどダブルバインドって皆さんご存知ですかこのダブルバインドっていうのは、えー、日本語にするとね二重拘束のことを指すんですね二重拘束。まあ、二重拘束っていうと難しい話ではなくちょっと簡単に言うとお相手が脳を言わせない喋り方であったりとか脳を言わせない心理学のテクニックなんですね。じゃああここであなたに 今日ここでね私からこんな質問しますあなたは甘いチョコレートと苦いチョコレートどちらが欲しいですかさああなたは今何を考えたでしょうか甘いチョコレートが苦いチョコレートうーんご飯食べた後だし甘いチョコレートがいいかなとかね考えた人もいれば仕事終わりでうーんまあ苦いチョコレートの方がいいのかなとかねうん眠気覚ましにはに、ま、あの苦いチョコレートの方がいいのかなとかまあこうやってね今 甘いチョコレートか苦いチョコレートがどっちがいいかっていうのを考えませんでしたかこれはもうすでにダブルバインドが効いている状態なんです。っていうのはどういうことかというと、そもそもチョコレートを食べるかどうかっていうことは考えてなかったはずです。甘いものか苦いものかという選択で自分の頭が縛られていて、チョコレートを食べた方がいいのか食べたくないのかということは考えなかったんじゃないでしょうかこれがダブルバインドのーまあ心理学なんですね。 つまりここれは断る隙を与えななかったとということなんです僕がチョコレートを食べさせたかったらですね例えばまあこれはチョコレートを食べさせたかったら、まあ、会社で一回やってみてくださいあのチョコレートいやいらないですとは多分ならないと思いますねじゃあこれが復元でねどういうふうに使えるかというと 復縁で皆さんはご飯を誘う時にご飯に行きませんかとかねもしよかったらご飯時間があったら行かないですかとかあのもしよかったら行きませんかこんなふうにかかこれがところがですよ今のダブルバインドを使った誘い方で言うとイタリアンか中華どっち食べたいってもし聞かれたらどう答えますかイタリアンが食べたいっていう人もいれば中華を食べたいっていう人もいますよねどっちでもいいんですそんなのは。 イタリアンでも中華でもねお店探してくださいあなたがでもこれはすでにイタリアンが食べたいと言えばそれはご飯にオッケーされたことと同等になってるじゃないですかつまりこのご飯に行くか行かないかというお誘いの以前にですねあなたがすでにご飯を行くことを前提にその二つの選択をすることでお相手が ご飯に行くかかどううという話、ね、断る隙がない間に、ねえーまあ、イタリアンとか中華っていうふうに出ればその先にすぐに進める要は相手が断る隙がなく前に進むことができるこういうテクニックがダブルバインドなんですこれはあの乱用注意なんですね絶対に乱用注意であの使い方には本当に気をつけてほしいのが復縁の場合ねこれはあの会社で、ね、もし部下やこうあの上司をね誘う時だったらこれで全然いいです。 ところがこれ福井の場合は心の距離があるじゃないですか2人がご飯に行くか行かないかっていうのは心の距離の問題もあるんですなのでこのテクニックを使うから前に進めるではちょっと危険性が高いで、もう一つね心の距離の問題もあればもう一つ僕がね思うのはしどろもどろにならないことですね あのよく、まあ、こういうテクニックを授けますとこういうテクニックあるからどうですか使ってみたら絶対うまくいきますよってやるはいいんだけども力んでる人とかねあのなんとかこのダブルバインド法って使わなきゃっていうふうに力を入れれば入れるほど「ああああのあのあの,あの」みたいなね「あの、えっ、ー、とえっ、ーと,えー、と」みたいな「あシドロモドロになってイタリアンが食べたいですかそれとも中華食べたいですか」みたいなねあのシドロモドロになってそのお相手に言ってしまうと。 お相手がその、ね、アッハッハッハってこうやってこうしどろもどろになっちゃうと隙が生まれてしまうので断ってしまうんですそもそも「いやいいですよ別に今は私ご飯お腹空いてないですし」とかね「いやお腹減ってないから別にいいんですよ」とかって断られててしまうっていうっいことだから断られる前に必ず今言ったなんていうのかな断られる前にというかしどろもどろにならないように先に何かで練習した方がいいかもしれないです。 ご自身のダブルバインド法ってすごくね効果はもう圧倒的に高いし今までねこうご飯に誘ってもいけなかったっていう人がビューンってすぐにいけるまあ本当にとっておきの秘策ではあるんだけどもでも使うタイミングや使い方ですねここがもし失敗してしまうとうまくいかない失敗してしまうことにつながってしまうのでそこは十二分に気をつけていいたただきたいですそしてさらにポイントですねさらにポイント。 このダブルバインド法っていうのを使う時は必ず肯定的な言葉を入れてください肯定的な言葉否定語はね絶対に使ってはいけない NG のキーワードですね例えばですねご飯を例にとっていきましょうかご飯食べに行きませんか行きませんかっていうね、えー、ご飯を食べに食べに行、えー、きま かというふうにアプローチするのとこれが食べにここ一緒ね行いきましょうびっくりマークねで終わるまあ文章で言うと分かりやすいこの食べに行きませんかってちょっとはてなですよね相手に委ねてあげてますですがこの行きましょうってちょっと言い切りで肯定的で強いイメージがあると思いますこのどちらがいいかというとこれは行きましょうと。 言い切ることなんです例えばこれは日時を決める時、えー、そのお相手に対して「いつが空いてますか?」っていうふうな提案の仕方と「土曜日と金曜日だったらどっちがいい?」ってね「いい?」ってもうすでにどっちかに決められてるかのように言い切って相手に伝えてあげるのとどっちがじゃあ向こうは OK を出してくれるのか日時がすぐに決まりやすいのかでいうと後半の「土曜日と日曜日どっちがいい?」ってね あの言ってあげることなんですよこれがダブルバインドを使う時の一、まあ、つ目のポイントですそして二つ目のポイントねこの二つ目のポイントこれはあうんの呼吸を持つことです、ね、あうんっていうのはこれねえっ、ー、となんていうのかなこれあうんねあうんあうんの呼吸で会話をすることですねテンポが必要ということです これはあの唐突にそうですねご飯行きましょうっていう風に誘っても今言った僕の教えたね誘い方を唐突に例えばですよ3ヶ月ぶりにね連絡する方がいたとしたら3ヶ月ぶりの連絡が「水曜日と土曜日どっちがいい?」って言っても「えって向こうびっくりしちゃいますから。 アウンの呼吸が絶対必要なんですね。その中で会話に取り入れていくと効果が10倍も20倍もブラッシュアップして最大限にねあの使っていくことができる。でアウンの呼吸ってよくね皆さんが 復縁でそうだな今まで付き合った時って別に特別彼女と彼とご飯に誘うって意識しながら今じゃあ例えばさっき言ったダブルバインドのね方法を法則を使って復縁しよう復縁しようというかご飯誘うなんて思わなかったと思う付き合ってた頃の話その頃ってあうんの呼吸あご飯行こっかうーんってね何々しよっかうーんってこう あんの呼吸があったはずなんですね要は会話の中にテンポがあったはずなんですお二人のテンポですこれは私のテンポではなく皆さんが付き合ってきた皆さんそれぞれのテンポが必ずあるはずですそのテンポを作ってから使うようにすると効果が何倍にも膨れ上がってあなたの復元活動っていうのが最短に進むことができるようになりますから是非ね「あうんの呼吸」というこのポイントを使ってお相手との接触っていうのを測ってみてくださいいかがでしたでしょうか、まあ 今日は、ね、あのかなり濃密なテクニックのお話を特別に皆さんに公開してまあほに早くね年内には皆さんに復元してほしいなって思うし年内に復元できなくたってご飯ぐらいはね誘ってやっぱりクリスマス近づきますよクリスマスの時に皆さんで、ね、楽しい思い出を作ってほしいです2018年よかったなって思って締めくくってください。 ぜひ、ね、こういう、まあ、復縁のテクニック、まあ、あの今日はダブルバインド法っていう、ね、法則をお話ししましたけれどもそれ以外にも無数とねいくらでもあなたに合って復縁の方法、ね、テクニックはたくさんあります。ですからあなたが復縁活動が成功するために自分に合ったテクニックをちゃんと使うことそして今のタイミングに合ったテクニックを使うことこれが成功するための一つの鍵ですから。 ぜひ、ね、自分に合った復縁の方法を試して復縁活動を最短最速で進めてくださいではね本日も、えー、長い間私の動画にお付き合いいただきありがとうございました花事務局の中川篤からお届けいたしました